粋なお江戸の坂の町、神楽坂。古き良きものと新しいものとが共存しており、粋な遊びも楽しめる大人の町として知られています。昔に重なり今がある。ふとした時に気づく昔の息遣い。少しだけ耳を傾けて、現在そして未来へとつなげてみませんか。神楽坂へようこそ。神楽坂、粋な大人の今昔話。柔らかく温かさを醸し出す竹明かり。今年神楽坂で催されたイルミネーションイベントで、毘沙門天全国寺の前で人々を粋に迎え入れています。イベントを主催した神楽坂通り商店会、福井誠一郎会長にお話を伺いました。今回の竹明かりは、昔からある猪目ハートのマークと兼ねまして、バレンタインで3月の14日にホワイトデーまで飾るということで、神楽坂のですね、新しいお付き合いっていうか、そんなことを皆様にお披露目したいなっていうふうに企画いたしました。このモチーフとなっているハートマーク、このハートマークを逆さにするとイノシシの目に由来した猪目と呼ばれる図柄になり、日本では古くから魔除けや祝福の御符の意味合いがあり、伝統的な日本建築には必ずと言っていいほど使われている日本古来の図柄なのです。モニュメントが置かれている毘沙門天全国寺について、島田行司住職にお話を伺いました。文禄4年1595年にこのお寺が創立されました。このお寺には知られざる逸話があるということですが、明治から大正にかけて、人の出がたくさんこうあると、やっぱりそれに合わせてその出店が出るようになって、一応それが縁日の始まりっていう。昔も今も変わらずにぎわっている町なんですね。神楽坂の魅力を教えてください。道後横丁とかあの辺の街並みが素敵でした。都会の真ん中にあるのに、すごく昔の風情もあって、それをずっと代々続けていけるというか、子供にもそういう暮らしをずっと見せていけるいい街だと思います。神楽坂はですね、坂のある町で、我々の親の代から、神楽坂のキャッチフレーズとして粋なお江戸の坂の町ということをキャッチフレーズにしています。ところで神楽坂という名前の由来を教えてください。神楽坂という名称はですね、お囃子が神楽坂のどこかから聞こえたというようなことで神楽坂という名称になったというふうに聞いております。伝統の町神楽坂、実はもう一つの粋な顔が。神楽坂はもう明治大正の昔から落語をはじめとする大衆芸能も本当に盛んな町でした。で、わらだなと言われている坂には夏目漱石が舞台のごひいきで通ったわらだな亭という寄席があったり。そう、実は神楽坂、落語の町でもあるのです。文豪夏目漱石も神楽坂へ落語を聞きに通った一人で、当時地蔵坂にあったわらだな亭に通ったそうです。神楽坂にゆかりのある話として、カランコロンと駒桁の音を鳴らす幽霊で有名な怪談話、ボタン道路。このボタン道路に出てくるおつゆさん、神楽坂の坂道軽子坂の屋敷が住まいでした。夏目漱石は神楽坂を散歩のコースにもしていたようで、我が輩は猫である、それから坊ちゃんなど、自身の作品の中に頻繁に神楽坂の描写を入れています。かつてのわらだな亭の近所には、夏目漱石が贔屓にした原稿用紙の老舗、相馬屋源四郎商店があります。手前どももこの神楽坂の地で400年商売をさせていただいております。明治時代になりましてから、江戸城とか、皇族の方に紙を納めさせていただきました。
原稿用紙ができるきっかけとなったお店の失敗とある文豪との知られざるエピソードが。お客様がこの大きさぐらいに切っといてよって言われたものをうちの方で断裁して収めさせていただいたんですが、収めた大きさが違ってたんですね。って番頭さんと試案してたところ、たまたまこの近所に尾崎紅葉さんが住んでいらっしゃって、うちの前を通りかかった時にこう紙の山を見てですね、あれ、そう、お前はこれどうするんだと。そしたら、まあこれこれこういうことでちょっと間違えちゃって困ったなっていうところなんですよということだったら、私は物書きだからどうせダメだったらば原稿用紙作ってみたらどうだと、じゃあうちの方もどうせ捨てるならやってみようということで、まあ、原稿用紙の祖というか元となるのを作らさせていただいて、この原稿用紙を尾崎紅葉や夏目漱石ら文豪たちが愛用していました。神楽坂通りから一本路地を入ると、粋な世界へ誘ってくれる神楽坂のもう一つの魅力があります。花街としても知られている神楽坂には現在4軒の料亭とおよそ20人の芸妓さんがおり、一流の粋が詰まっているのが神楽坂のもう一つの魅力です。清野と申します。この4月で神楽坂に出て丸4年になりました。神楽坂の芸者衆がこうもっと皆様に広く知っていただけるようにと、またこういう神楽坂の洋風な雰囲気と伝統芸能が共にこう成長していける街になるといいなと思っています。神楽坂に都市伝説があると聞いたのですが、神楽坂三丁目のかくれんぼ横丁に敷石が敷いてあります。その中に3つの星が隠されています。星、ダイヤモンド、ハート、この3つを探してみてください。ただし3つの場所を人に教えるとご利益はなくなるそうでございます。気をつけてください。昔に重なり今がある、ふとした時に気づく昔の息遣い、少しだけ耳を傾けて現在そして未来へとつなげてみませんか。またぜひ神楽坂へお越しください。